宇田川義雄は、日本の政治家。衆議院議員、東京都議会議員を歴任した。東京府南葛飾郡加西村生まれ、中央大学経済学部卒業。大学卒業後は、衆議院議員の島村一郎の秘書を21年間、務めた。1976年、島村が政界引退を表明。島村はかねてから世襲に反対しており、 むつの吉野のの衆院選出馬にも強く反対した。宇田川は、島村の後継に名乗りを上げたが、島村後援会は、吉野のの擁立を決定し、島村一郎も、最終的には、吉野のの立候補を容認したため、自由民主党に公認を申請したものの、認められなかった。同年の、第十四回衆議院議員総選挙に、旧東京を十区から無所属で出馬したが、 得票数8位で落選し、吉野部は5位で、初当選した。1977年、東京都議会議員選挙に、江戸川区選挙区から出馬し、初当選。以後6期連続当選。予算委員長、自民党、東京都連幹事長等を歴任した。東京平野に有効交流会議、包丁団団長を務め、北朝鮮を訪問した際は、日本人妻に面会し、 懇談した。また、日朝有効促進都議会議員連盟会長も務めた。都議当選後は、下村吉信の,の選挙対策本部長を務める、等関係の改善を図り、自民党を東京都連において影響力を拡大した。1999年、江戸川区長選挙候補者選定をめぐり、自民党区議団では9期35年にわたり、区長を務めた。 中里貴一の後任に、江戸川区教育長の忠だま宇田川の二人の名前が上がり、区長選への対応をめぐって、区議会会派が分裂。宇田川を支持した六人は新会派、自由民主党改革クラブを結成した。これを受け、宇田川は、都議を辞職して、江戸川区長選挙に出馬。民主的な区民本くらいの行政運営を確立して、行きたい。 全国に先駆けての浸水公園整備など、長期政権による強力な政治力があったからできたものもあった。しかし35年もトップに君臨すると、弊害も大きくなってくるし、90歳を前に健康にも不安がある、等の主張を展開したが、中里区長から事実上の後継指名を受ける形で、出馬したダダ、ただ正美に敗れ、落選した。この区長選では、 地元選出の大義士である島村義信もただを支援したため再び関係が悪化した。2000年第42回衆議院議員総選挙に島村の選出選挙区である東京16区から無所属で出馬。系列都議や区議に加え当時島村が自公保連立政権に批判的な立場を取っていたため公明党が宇田川の支援に回り宇田川は島村を 約3300票差で下して当選したが、当選後、公示前に投票を呼びかける違法な文書を配布した、公選法違反の疑いで書類送検された。当選後、同じく保守刑務所属で当選した衆院議員9人で院内会派21世紀クラブを結成する。同年11月の加藤の欄では、森内閣不信任決議案に反対票を投じる。 翌2001年、宇田川同様に、不信任案に反対した21世紀クラブ所属の山本幸三、上川陽子、北村誠子、平井拓也の4議員は、自民党への入党が認められたが、宇田川の入党は認められなかった。その後、無所属の会に入党。また無所属のまま、自民党の派閥である山崎派に入会した。その後、 宇田川同様に自民党への入党が認められず、無所属の会に加わった金子康之、近藤元彦も自民党入党が認められてもなお、宇田川のみ入党が認められず、2003年の第43回衆議院議員総選挙では再び東京16区から無所属で出馬するも、1日7時間に及ぶ徹底的な地元回りを行った島村に敗れ、 民主党の中津川白鏡の得票数をも下回る3位で落選した。引退後は江戸川区剣道連盟名誉会長を務めた。2021年4月25日、自宅で死去。92歳没。ありがとうございます。